こりゃ予想外だわ。この手の事件はマス一方ですね。やった後のことを考えないんでしょうね、今の子。いくら未成年でも許しがたいですよ。それはお前だ、クソったれ。昨日名古屋市内にてまたも爆発テロが発生しました。加藤君、昨日夕方5時頃やってるわ、爆発。誰も助かねえ、みんな逃げて他人事だ。新たな爆破予告です。思いっきり罠を仕掛けてみました。プライドがあるなら分かっていてもきっと動くはずです。誰かがやらんといかんのだ。3.1 の事件ってご存知ですか？生存者もゼロ。警察が下がってください。下がって、早く下がってください。危ないですから下がってください。すげえ、また起きたな。彼女をうまく利用すればニュースのリアルドキュメント方式でリアルハプニングニュースができるんです。このチャンスは利用すべきです。バカ。